さまざまな困難や悲しみを乗り越え、孫悟は天下をうかがうに十分な国力を得た。いよいよ中原へと勇飛すべき時だろう。そこで最大の障害となるのが曹操だ。その強大な力を恐れ、重臣内でも降伏を唱える者がいるが、私は主張する。曹操討つべしと。我が親友孫策ならば、決して曹操に屈する道など選ばない。孫策の魂を継いで大しく戦うことこそ我ら孫悟の道なのだ。これより我々は劉備の軍勢と協力し、脅威となった曹操を打ち破るべく軍を進める。この戦、天下の趨勢を左右するものと心得よ。曹操の大船団を叩き勝利を収めるには、幾重にも張り巡らせた策を成功させねばならない。皆、何としても与えられた任を完遂せよ。忠勇、お前は中央で戦局を見極めつつ、任の実行に手間取っている者を援護してほしい。お前の策が見事なることを期待しているぞ。この戦、白氷の上を渡るがごとくだな。曹操の大軍を破るため諸君らに課せられた策、必ずや成し遂げてくれ。いざ、この大河に我らの未来をかける。こたびの戦、火をもって敵に臨む。皆、忠勇の指示に従い勝利を収めるのだ。敵軍の攻勢がやむまで持ちこたえよ。敵将、討ち取ったり。
橋を落としてみないかい。竜王の進路を閉ざせばこっちのもんさ。勉強を見定めるため守りに専念します。コーナー中央の敵戦を占拠せよ。鮮やかなお手並み。嫌な雰囲気だよ。私の力及ばずか。こんなもんかね。進軍を早めます。遅れないように。敵が上手か。
りを作った。俺も待ってくれや。風を呼び、これより奇行を始めます。お前の力、頼もしく思うぞ。終わりかよ。くそ。敵将、打ち取ったり。邪魔が入ってしまいましたか。海は睨めませんね。邪魔だといたすの容赦せぬ。この炎こそ我ら孫悟の生きよう。策はなった。全軍一
気に攻勢に移れ。ソン様、この炎君にも見えているだろうか。行こう、孫悟の大網、私の夢、いつまでも君の魂と共に。策はなった。全軍反撃開始。炎に向かって一直線よ。我が部位まさか。お見事、敵将討ち取ったり。の力頼もしく思うぞ。丸ごと飲み込んでしまえ。Okay.
討ち取ったり。Ooh!
ば残念です。敵将討ち取ったり。ここまでよ。ではない。貴様よ、わしの目の皮肉らしいやつ。
勧誘曹操とその大船団は大河に沈んだ。奴の天界の野心はもはや浮かび上がってくるまい。我らは決戦に勝利したのだ。これで孫悟は天界と大きく前進した。この大河は天下を消した戦場として、皆の名は偉業を成したものとして長く語り継がれよう。新しい護衛武将が仕官してきたようじゃな。この護衛武将はその際三国を覆い、生涯秀才と称される人物のようじゃな。時は紀元2世紀末、漢王朝の権威は地に落ち、中国大陸は群雄割拠する戦乱の世を迎える。自ら覇道を歩む者、大義をなそうとする者、信じる者のために戦う者、あまたの英傑が乱世に名乗りを上げ、そして消えていった。周瑜、あざなは後期、露光軍諸賢の人、江東屈指の名家に生まれ、幼少より文武の修練に励む。容姿端麗の美女部で人望も厚く、人々は親しみを込めて李秀郎と呼んだ。少年の頃、同年の孫策と出会い親友となる。孫策が江東制覇の兵を起こすと、
手勢を率いて真っ先に駆けつけ、実戦を重ねて才覚を磨き、孫悟に欠かせぬ将帥となった。孫策が創生したため、呉の命運は周瑜が一身に担うこととなる。新たな主君孫権を支え、着実に勢力を伸ばすが、中原の曹操はそれを上回る勢いで強大化していた。建安13年、袁紹を滅ぼして勢いに乗る曹操は慶州に攻め入り、ついに孫悟へ矛先を向ける。孫権は劉備と結んで曹操との決戦に踏み切り、全権を周瑜に委ねた。圧倒的な兵力で攻め寄せる曹操軍に、周瑜は諸将を指揮して奮戦する。さらに諸葛亮や宝刀の協力も得て戦局を覆すと、周瑜は自ら曹操を追い詰めて奇跡的な勝利をつかんだ。曹操は依然強大な勢力を有して天下を狙っている。劉備もまた天才軍師諸葛亮を得て、いずれ孫悟の前に立ちはだかるだろう。亡き友孫策の意志を継ぎ、周瑜は戦い続ける。この伝記は後世まで語り継がれ、悠久の時を経た今でもその輝きの軌跡を残している。ここからが新しい時代だぜ。なあ、周瑜。見ていてくれ、孫策。新しい時代の風、君のいる空まで届けてみせよう。